神山広樹は IBC 岩手放送のアナウンサー、気象予報士、防災士、アナウンス部では部長を務める。1990年4月に IBC へ入社。爆発ワイドラジオ新選組のパーソナリティとなり、ファンキー神山を名乗った。また、IBC トップ40では、伊藤美幸元アナと組んで、名コンビと呼ばれ、絶対的な人気を得ていた。 大塚富夫交番後の同番組を盛り上げた。1996年に放送されていたテレビ番組ドンチャンパラダイスでは、風見光栄高橋幸子とザビタミン系というユニットを結成し、そよ風に乗ってという曲をリリースしている。2000年3月14日、岩手県内の報道機関職員としては初めて国家資格の気象予報士の試験に合格する。 その際の合格率は5.1%であった。2000年4月から2004年3月までニュースエコーで毎週金曜日に気象情報を担当。2008年6月14日に発生した岩手、宮城内陸地震。2008年7月24日に発生した岩手北部地震。2010年2月28日に岩手で初めて発令された大津波警報の際など、 現地からのリポート担当。2010年9月、県内のラジオ5局が、初めて連携して地震、津波への備えを呼びかける、岩手防災ラジオプロジェクトに参画。2011年3月11日は、ラジオの生放送の最中に、東日本大震災が起き、その夕方には取材スタッフと沿岸へ。発災当初の2週間のうち、延べ10日間、陸前高田など、 被災地からテレビラジオで情報を伝える毎年8月に雫石町で行われている南部よしゃれ全国大会では司会を務めるほか一般の部にも出場している第34回アノンシスト賞ラジオフリートーク部門で最優秀賞受賞第37回アノンシスト賞ラジオフリートーク部門で優秀賞受賞 第41回アノンシスト賞活動部門賞受賞。テレビラジオテレビラジオ。ありがとうございます。